ル・スタジオ・ジャパンで明日から始まるハロウィーンイベント、今日メディア向けに先行公開されました。新型コロナウイルスの影響で去年まで中止していたゾンビがパーク内を徘徊する名物のホラーアトラクションなどが完全復活。3年ぶりに最強に怖い体験ができます。また今年はアメリカで人気の迷路型のアトラクションも日本向けに再現されて初登場。こちらのアトラクションはこの懐中電灯を持って進んでいくんです。では行ってきます。あー怖いよ。ハロウィーンを盛り上げるドラキュラや狼男たちが襲いかかります。他にも人気のゲームや映画の恐ろしい世界観が体験できるものも。やっぱりこういうアトラクションが戻ってきてくれるとやっぱりあの頃に戻ってきたなってちょっとねワクワクします。残暑を吹き飛ばすようなホラーな体験はいかがでしょうか。ご視聴ありがとうございましたケロ。